本に対して6球目アウトコース外れました。フルカウントになりました。それでも斉藤さんがおっしゃるようにまだ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 もうバーネットは有利ですよ。なるほど。いや自分でボール持って攻めのピッチングできますからね。バッターは攻撃しめる受け身の方ですから。ツーアウトランナー一塁、スリーボール、ツーストライク。一塁ランナーは投球と同時にスタートを切ります。ラストボールの6球目、バーネット、セットポジションに入った。イレホンに対して。また一塁へ転生。落ち着いています、バーネット。こういう場面で本当もうツーアウト ですよ、はい、だからもうバッターに集中したいだけですよ、だからそれを相手キャッチャーがうまく牽制するサインを入れてね、間を取ってますよね。キャッチャーのサインで牽制しようということなんですね、はい、さあフルカウントラストボール6球目バーネット対イレホ打ち上げた。レッドへ飛んでいる。レッドへ飛んでの勝ちが消えました。失点ゼロの男が初めて点を奪われた。バーネットイデホ第6号ツーラン3対2繰り返したオリックス9回ツーアウトでした。インサイドのスライダーが入ってきてしまうストライド取りに来ました。使いましたよね、はい、あこのホームラン大きいですね。イデホ本領発揮。ホームランバッターの完璧な打ち方ですね。これぞホームランアーティスト、はい、もうここはアッパしてもいいぐらいの、まあ、相手もそいつの人らしさと思うんですよ、それが抜けてしまったっていう感じですね。